ディズニークルーズラインはディズニーグループにおいてクルーズ客船の運航事業を担当するウォルト・ディズニー・カンパニーの子会社である。2014年時点ではディズニードリーム級2隻、ディズニーマジック級2隻の計4隻のクルーズ船を保有し、主にフロリダとバハマ諸島にあるディズニー社のプライベートアイランドであるキャスタウェイ、K の間のテーマクルーズの運航を主たる事業としている。 ボルト・ディズニー・カンパニーとは、独立した、法人格を有しているが、ディズニー・パークス・エクスペリエンス・プロダクツ部門によって、実質管理運営されている。ディズニー・マジック・マジカル・クルーズ・リミテッド・カンパニー・プロフィール・バイ・イン・スイド・ベイ・ insideview.com2013 年3月29日閲覧。感染ニュースディズニー・クルーズの新鮮名発表。 世界の感染。ディズニークルーズラインが新船舶。ディズニーウィッシュの予約を2021年5月27日から。受付開始所女公開は2022年6月。出航予定ガジェット通信ゲッティヌズ。ガジェット通信ゲッティヌズ。2021年5月17日。閲覧。ありがとうございます。